プロゴルファーのピアノです。今回はライビースイングのこのブラックミサイルの検証をしたいと思います。本当にヘッドスピードがどれぐらい上がるのかっていうのを検証します。このように速く振りますね。このように速く振っていくと、この速さを覚えてヘッドスピードが上がるという練習器具です。では検証していきたいと思います。体をほぐすために準備運動で、打っていきましょう。いきなり打ってもそもそも体が硬いですからね。最初は練習からですね、ちょっとほぐしていって小さい動きから落ちて、小さい動きから一応でアイアンを打ちます。アイアンを打ちます。よし、やっぱ体をほぐしていかないと飛距離出ていかないので、ちょっとずつスピードを上げていきましょう。はい、ランダム50。よし、だんだんほぐれてきましたね。はい、というわけでドライバーを打っていきましょう。さあ、とりあえずよし、まず最初どれぐらいヘッドスピード出るかね。まあ、普通に振って、このヘッドスピード測定器では 49.7 で出てますね。はい、50ですね。50って出てます。49、50か 49.9、 これぐらいですね。このようになってますね。はい、 49.9、その前は出てこないな、という感じです。はい、で普通に振って49。じゃあちょっと普通、今の強振をしましょうか。どうしよう。よし、今強振して、51.5 です。 51.5 になってます。はい、で問題のこのブラックミサイルを振りましょう。これをたくさん振ります。これぐらいですかね。これぐらい、ちょっと疲れちゃいました。これぐらい早く振った後にヘッドスピードがいくつ上がるのか、ちょっと息整えますね。まず普通に振ってみましょうか。普通にさっきぐらいのこの通常のスピードを意識して、はい、50.9。何にも意識しないで 50.9、 ちょっと上がりましたね。
やっぱりこう速い動きをしたから、その速い動きに体が慣れて、速く振るっていう意識しなくても速くなってますね。軽く振って、お、さっき強振したぐらい出てますね。 51.1 っていう感じです。で、強振してみます。その前にもう一回速いの慣れさせて、これぐらい振って、ちょっと振りすぎて疲れちゃいました。はい、パーンって振って、この感覚のまんま早く振ると、おお、53.6。 はい、 53.6、このようにやっぱヘッドスピード上がりますね。やっぱりこう人間の筋肉っていうのは覚えやすくて忘れやすい、そういう性質があって、速い動きをガンってやった後は筋肉が覚えてるので早く動きやすいと。でもちょっとすると忘れてしまいます、その動きを。なのでこれを繰り返すっていうことが大事ですね。繰り返してミサイル、ブラックミサイル振って、自分の振ってっていうふうにやっていくと、ヘッドスピード、自分の当たり前のヘッドスピードが上がっていくっていうことですね。もう一回振ってみます。挑戦、53.7っていう感じです。もう一回ちょっと振ってみましょうか。もっとマックスが上がるな。ここから左足、左足入れして、こうやってヘッド、よし、これを記憶させて、よし、いきます。今の僕にはこれがマックスかな。 53.4 です。で、まあ、こういうことを繰り返してヘッドスピードを上げていくということですね。上がらないかな、というところ。お、54.1、 マックス出ました。 54.1 ですね、っていう感じです。距離296、こっちでは302ヤードになりますね。というように、軽いもの、ブラックミサイル、しっかりヘッドついてなくて軽いんで、こうヘッド走るんですよね。しかもいいところはシャフトがしなってくれるということです。よくこうやって逆さでこうやって振ってね、そうやって早く振るっていうのあるんですけど、これシャフト折れたりする場合あるんで、ちゃんとそれには練習器具使ってね、こんなに動くんです、ほら、こんなに動くとヘッドついてるかのように動きます。このように動きます。ここからはこれヘッドスピード上がりますね。このヘッドスピードをね、ヘッドついてないとこの 62.9 も出てます、スピードが。というようにヘッドの間速く走るんですね。なのでこれを意識して練習すると、こっち振って向こう振ってっていうのを繰り返すとヘッドスピードが上がります。これになれれば本当のヘッドスピードは上がると思うので、ぜひ試してみてください。Thank you.
で、この動画がいいと思った方はグッドボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。